どうもアフリカ TV ですということでね今日はねあの本日のカメルーンということでねあの本当に今のカメルーンの様子をねお伝えしたいと思うんですけどなんでこれをやってるかというと、ね、リュドビッグ・マリンさんっていうねあの AFP 通信の記者の方がいてでその方のねインスタグラムをたまたま発見してはいでちょっとね画面出したいと思うんですけど、まあ、こんな感じでね、まあ、私、あのインスタあんまり普段使わないんですけどこの人ね、ね結構あのアフリカの投稿を結構するんですね。 でおそらくあのフランスのマクロン大統領の訪問に合わせていろんなところを移動してその画像を、ね、結構い,ろいろ上げているんですけど、えっとね、たまたま今、ね、AFP 通信見てたらあのカメルーンの記事があってでリュドビック・マリンさんが今カメルーンにいるっぽい感じだったのでちょっと、ね、インスタ見てみると、まあ、こんな感じで、ね、カメルーンの様子を、ね、ポストしているのを見つけましたでこれね7月31日に捉えたものだということで、まあ、今から、ね、約2週間ぐらい前。 の、あの、投稿になるんですけど、私ね、まずね、これをね、こう見て、一番思ったのが、ちょっとね、私安心しましたね。私が最後にカメルーンに行ったのってもう2017年とか18年なので、かなり昔なんですけど、街の様子ね、これ変わってないですね、あんまり。なんかすごく懐かしい気持ちになりました。例えばこれ見ていただきたいんですけど、すごいですよね、これ <laughs>。どんだけ荷物乗せるのってこれね、 えっと、おそらく首都でいろいろ買ってで近隣の村に行くための、ね、おそらくタクシーだと思うんですねもしくは、まあ、あの個人の車だと思うんですけど、まあ、こういうふうに、ね、要は村で調達できないものをしこたま買ってもう本当に1ヶ月分とか、ね、1週間分とかこれこれおそらく、ね、これ売り物だと思うんですけどこの人が持って帰っておそらく売るんだと思うんですが、まあ、こういうふうに、ね、もう大量調達して村に持って帰るんですね。 でこの光景ってすごく私が向こうにいるとき一般的だったんですけどあまだこれやってたんだと、ね、少しうれしくなりましたね。まあ、こんな感じですねおそらくこのハーミデントのタ玉ねぎだと思うんですけど玉ねぎとか、ね、バナナとか、ね、これ拡大するとよく見えるんですけどバナナが入ってますね、まあ、こんな感じで本当にもう車、これ大丈夫っていうぐらい、ね、もうこれ後輪のタイヤ重さで潰れちゃってるんですけど、まあ、本当にこのぐらい、ね、みんなねこう積んで帰りますねこれ黄色なんでこれタクシーだと思います。 はい。で、あの、彼がね、まあ、AFP 通信の記事で、あの、彼が紹介してたのが、こうやってカメルーンでは頭に乗せて物を売ってる人が多いですっていうね、記事だったんですけど、本当にその通りで、これ左の人はおそらくこれドーナツかなあの、ベニエっていうんですけど、フランス語だと。あの、サーターアンダギーみたいなやつですね、おそらくお手製の。家でみんなこれを作って、こうやって頭にあの入れてね、売りに行きます。で、これね、 右の人はオムレツじゃないか。おそらくね、これパンですね。サンドイッチのための,あの材料がいろいろ載ってると思うんですけど、おそらくね、こっち右側のこの、こっちの方にパンが載っていて、で、左側ゆで卵とかね、多分その他にいろんな具材があって、これいろんなソースですね。があって、その場で即席のこうサンドイッチを作ってあの売るっていうね、ビジネスをやってる方だと思います。あ、これも、あ、これまさに同じ人かな、これ。 あ違う人だ。違う人なんですけど、まさに似たようなビジネスをやってますね。トマトだったり、具材がこっちに置いてあって、で、この奥にパンが、バゲットがいっぱい置いてあって、まあ、その場でこう切ってね、で、お好きな具材をこう挟んで、サンドイッチにするっていう、まあそういったあの商売をしてるんですけど、これね、結構よく売りに来るのが、渋滞で止まっちゃってる時とかですね、全然高速道路にも何でもなくて、普通の道路で結構渋滞して止まっちゃう、進まない時あるんですけど、その時にね、こういう人がバーって売りに来るんですね。 でちょっとこうあのサンドイッチ1個ちょうだいみたいな感じで呼ぶと泊まって売りに来てくれるというようなそういう、ね、ビジネスになっていてで意外と、ね、こう需要があるんですね特にタクシーの運転手さんとかあとはあの出張でこう移動中のビジネスマンとか、ね、ちゃちゃっとこう朝,食あ朝食じゃない昼食を、ね、済ませたいみたいな時にあのみんな結構買いますねあこの人も一緒ですねこうね個性が出るんですねこの具材にこの人はゆで卵と これ違う人ですよね。違う人だな。この人はゆで卵とトマトと、あとここに多分アボカドかな、これ。アボカドの多分ペーストだと思いますけど、こういうのをね、こう、まあ、人によってね、こう具材が違うんで、結構お気に入りのサンドイッチ屋さんがね、できたりとかして、結構面白いです。で、彼ら結構ね、あの、まあ、渋滞の時にこう、車に訪問販売みたいなする以外にも、あの、まあ、路上でね、まあ、これとおそらく5日継いでるんで、路上でも売ってるんだと思いますけど、まあ、そういったね、あの、販売をしています。 この人お水ですね。お水を売ってるお姉さんがいたり、あとこれ面白いですよね、メガネ。誰が買うのこれいつも思うんですけど、これもね、おそらくここタクシーばーっと止まってますよね、この黄色のところ。このねあの、要は渋滞で止まっちゃってるところにメガネ売りに来るんですよね。これね、私、買ってる人見たことないんですけど、どういう層に需要があるのかいまいち分かんないんですけど、でもね、結構売ってる人自体いるんですよね。 なので、まあ、買うんですよね。だから買う人がいるから売る人がいるんだと思うんですけど、ちょっとね、私自身は買ったことないですし、サングラスはね、1回だけあるんですけど、これ、普通のメガネですよね。サングラスは分かりますよ、あ今日やばい、サングラス忘れたみたいなときに、まあ、ちょうど200円ぐらいでね、これ買えるんで、1個。まあ、あるといいなと思うんですけど、この普通のメガネをなんで買うのかなっていうのがちょっとわかんなかったりするんですけど、これ、洗剤売ってますね、これ。これ、洗剤と奥ちょっと見えないですけど、これ、手前にあるの、洗剤ですね。 これもね、謎ですよね。タクシーで移動中に渋滞はまって、うわ、急に、うわ、やべえ、今日洗剤買わなきゃってなることってあんまないと思うんですけど、でも、結構見かけますね、この洗剤とか、あとシャンプーとかですね、この行商で売ってる人が結構多いんですよね。この人は、たらいにたらいを入れて売るっていう、ね、なかなか面白いですよね。たらいにたらいを入れて売ってますね。 タライ屋さんですね。この、この人少年ですね、おそらく。結構ね、家族のためにこうやって出稼ぎをする少年も多くいます。でも、なんで商材としてタライを選んだのかっていうのがよくわかんないですよね。なんか渋滞で止まってる人に売るんだとしても、なんかタライが補給に欲しくなることってあんまないと思うんですけど、まあでもね、結構見ますね。タライとかバケツとかですね、売ってる人結構多いです。はい、ラスト。これはお菓子ですね。これは重要があると思います。 これね、あのパー RG ていう、ね、日本でいうビスコみたいなあの結構子供とかが好きなあのビスケットなんですけどこれもね美味しいですねでも私、今ちょっと自分でも驚いてるのがもうこの頭に乗せて売るっていうことに、ね、驚きを全く感じなくなってますね <laughs> どっちかというとこれ何を売ってんるのかの方が気になっちゃってうわこんなに頭に物を乗せて売ってる人がいるんだっていう驚きが一切ないのがちょっとびっくりなんですけど。 カメルーンだと結構定番の光景で、まあ、こうやって、ね、頭にのものを乗せて売るというようなカルチャーがあります、まあ、こういうおやつは、ね、本当に渋滞中とか、ね、あの結構、重要あるかなと思いますで路上でも結構こうあちょっと小腹空いたなという時に、ね、そこ,のこの辺、こうい,うあのなんいうん、ね、ヤウンデっていうのは首都の街並みだと思うんですけどあの首都だと、ね、結構、こういうあの頭にものおやつ乗せて売ってるお兄さんがいるのでちょっと捕まえて買ったりすることもありますね。 はい面白いですよね、これがね1個の、まあ、大きなビジネスカルチャーというかね、ねあるんですよね、ちょっとこの大量の野菜たちがね、ね何これは売る用なのか、生活、家族用なのか、ちょっとわからないんですけど、まあ、結構面白いですよね、でねこの,あのリュドビック・マリーさんはね、ね本当にこういう写真をね定期的に上げてくれていて、面白くてですね結構、あの AFP の記事もいろいろ書いてたりして。 そうこの記事を読んでてあの、リュドビック・マリーさんが、あ今回これ、リュドビック・マニーさんの記事なんだってちょっと発見したんですけど、まあ、結構ね、このコーナー、面白くてですね、あこれさっきのたらいにたらいを入れて売る少年ですね、これ、メガネですね、まあ、こんな感じの、ね、記事があったりします。なのでね、また定期的にね、こういうの、発もしそうなの発見したら紹介したいと思います。はい、じゃあ、そんな感じでまたお会いしましょう。アビアビント